動画をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。競馬ブック TM トークでございます。今回は第60回札幌記念の展望をお届けしたいと思います。出演者の紹介です。競馬ブックの調教取材班、あんな方がしトラックマンです。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。進行は私、競馬ブックの山下です。よろしくお願いします。はい、というわけで札幌記念ね、夏の一番ですけれども、その展望に行く前に、はい、先週の振り返りからいきたいと思います。先週は新潟のですね、関谷記念を予想を展望いたしました。出演の研究ニュース菊池トラックマンはですね、プレッサージュリフト本命、藤原トラックマンはですね、トゥードジボン本命でした。結果はと言いますと、そのトゥードジボンが1着、プレッサージュリフトが5着ということで、まあ、従いましてですね、藤原トラックマンは見事単勝と生まれも的中ということでございます。おめでとうございます。で、そのトゥードジボンがですね、まあ、米子ステークスとの連勝ということなので、どうやらサマーマイルチャンピオンはこのままで決まりかなというような気がいたしますけどもね。秋のさらなる飛躍も期待されるところかなという気がいたします。というわけで関谷記念のお話でした。ここから札幌記念のお話になりますけれども、まずはですね、競馬ブック当日版の右上にございますレース単票、カットとも呼んでますけれども、こちらがですね、連軸信頼というカットが入っております。そしてまたですね、いつものようにコース紹介申し上げますと、札幌芝 2000m ですけれども、1コーナーまで距離があるため淡々とした流れに、枠の内外も無関係で才華は力の勝負というポイントになってるんですけれども、もう一つですね、札幌の特徴を申し上げますと、まあ、いわゆるそのコーナーが長いんですよね。 3,4 コーナーがちょっと長いので、まくりやすいというか、機動力のある馬が力を発揮しやすいというところも特徴かなという気がします。というわけでお待たせしました、はい、あんなかトラックマンの予想の方を発表していきたいと思います。本命が2番のジオグリフ、対抗が11番のプログノーシス、3番手が4番のシャフリアール、4番手が12番のノースブリッジ、以下ですね、3番のボッケリー、最後に9番のステラベロチョという印をいただいておりますが、はい、まずはジオグリフの本命の根拠をお願いいたします。そうですね、だいぶ復調しているなっていうのが、はい、今年3走の走りがはっきり見えてきたので ね、うん、中山記念は得意コースで渋った馬場で3着で、うん、まあ、この時ではまだね、僕正直まだ恵まれているところがあるのかなという感じがしたんですけども、うん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 、その後の G1 2000、時計の早い大阪杯で5着に検討して、はい、安田記念6着ですよね、うん、東京の長い直線のマイルというのは決して合ってる条件とは思えなかったんですけども、うん、コイカは6着なんですけども、はい、直線もう少し早めに進路ができていれば着順アップがあったかというような内容なんで、もうこれはもうさすがに目を離せない存在になってるという内容でしたね。まあ、それで今回札幌 2000m 条件なんですけども、うん、まあ2歳児ね、2歳ステークスを勝ってドレフォン3区の馬力型なんで、うん、はっきり条件とすれば安田記念、はい、大阪杯よりいいだろうと、まだ人気になりきってない実力は、うん、ということで、うん、今回が絶好の狙い日ではないかなと思いますね、はい、メンバー的に結構前に行く馬が多くて、うん、早い上がりを求められない持久力勝負になりそう。この点もいいと思いますね、うん、調教班ということなんで、ね、日本でね、中間はジョグリフ乗り込まれてましたけど、順調に乗って輸送後も映像を見た限り、うん、まあ、多少立派に打つのはもういつもなんで、はいはいはい、これはもう年齢重ねて体つきが完成されたこともあるんでね、動き自体はしっかりしていて、仕上がりとしてはね、力の出せる状態に持ってこれたかなと思いますね、うん、今回ね、2枠2番ということでね、いいとこも引きましたんでね。そうですね、はい、はい、スタートいいですからね、好意、うん、のいいんで上手な競馬してくれるかなと思います。はい、というわけでジオグリフ本命のお話でございました。続きまして、こちらが一番人気ですかね、11番のプログノーシスが対抗ですね。 2000m の現役馬の中では一番強い可能性がある馬だと思いますよ ね、うん、すね、昨年札幌記念勝っていて、うん、まあ、適正は証明済みと、はいはい、当時ね、ややもれ時計のかかる馬場で、今年は両方見込みですけども、時計の早い決着になってもね、何ら問題なくて、うん、国内でと天皇賞、秋でイクイノックスの3着 で、うん、でね、今年金庫賞ですよね、はい、1分57秒6で後続をコンマ8チキたので、これはあんまり数を使われていない6歳馬ということで、うん、ようやく完成してきたかなと、はいはいはい、ロマンチックウォリア、後に安田記念勝つ馬相手にクイーンエリザベス2世、うん、ステックスもね、はい、差のない2着ですから、はいはいはい、普通に考えて、うん、休み明けも走るタイプで、うん、ほぼ資格はないかなと、うん、単の妙味がジオグリフということ、なるほど、で印としては対抗になりましたけれども、うん、もう間違いなく勝ち負けの馬ですよね、うん、はい、続きまして、こちらもね、6歳馬ですけど、実力馬ですね、4番のシャフリアールが3番ですね。はい、まあ、これもね、長らく勝ってないというのは中国人と似たようなタイプなんですけど、もう去年の札幌記念11着大敗した時はもうややもの発表時時計のかかる馬場で、これは完全にそういう馬場が合わなかったよということでいいと思いますね。その後参戦がアメリカのブリーダーズカップターフ3着で、結構きつい海外外の有馬記念でも5着粘りましたから、そしてドバイ新幕開始くらい日本馬参戦着2着なんで、これはもうどこの地に行っても馬場が良ければ走ってるんで、これはもうちょっと勝ち運というのがない
ないだけで、成績上僕は強いわと思うんで、なるほどなるほど、私4番だったら昨年のことないと思うんでね、うん、私はこれも上位評価、あんまり崩れることはないんじゃないかなと思います、ね、なるほど、昨年崩れましたけれども、はい、今年は違うぞというところかなと思います、はい、そして4番手がこちらもですね、クイーンズベスカップで頑張ってましたノースブリッジが4番手ですね。はい、前走ね3着で人気ないプログロスコンマ2しか差がないの で、うん、でね、ちょっとね気難しい面があって当てにしづらいところはあるんですけども、うん、はっきり言えるのは 2000m が一番いいということですよね、はいはいはい、カタール遠征した時の2500はさすがに長かったので、うん、洋芝ね自体初めてなるんですけども、うん、どちらかといえばパワータイプなんで、はい、適正としては見込めると思いますし、うん、滞在の競馬もね騎手を考えると初めてなんですけどいい方に出ると思いますんで、はい、これは前走プログノーシスで差がなかった割にはちょっと人気が意外と開きそうなので、うんうん、ちょっとね展開自体が前に行く口に厳しそうなのと、自分から動きたいタイプだよね。なるほど。なんかまくりとかがあって、ただ動かされるとリズムを崩すようなイメージがあるんで、うんうん、展開が微妙ですね。その分4番手の評価かなという感じですね。このまま見本の馬なんで、ちょっと調教の話したいんですけど、はい、先週ちょっとかなりビシッとやったみたいですね。もう岩田騎手がね、駆けつけてもビシッとってスパッと切れたので、はい、あの時点でも多分お前仕上がったと思うんだよね。なるほど。今週はもう木曜を追いで軽めという感じで、もうこれは体勢が整ったかできるかこその調整になるかなと思いましたね。もう先週の時点でまあできてるということで、はい、ね、この岩田ジョッキーとのコンビというのもね、いつも注目になるところですけれども、続きまして今度は単枠3番ですね、ボッケリーニの話ですね、はい、これも先ほど挙げてノースブリッジと同様に吉は初めてなんですよね、はい、まあ、どんな条件でも走ってるので、うんうん、でね、まあ、不良馬場での今年ねアメリカジョッキークラブで走ったり、でそのナレオキーニのアガリサンハの33秒7の足を使えるんで、特に舞台設定が悪いことはないかなと、でとにかく堅実と、そうです、ね、ただどうしてもね気象的なものが勝ちきれないので、うんうん、相手強化でも崩れることはないんですけども、はい、やっぱりこれだけメンバー揃うとさすがに上の方の出社作らないかなと、うん、あくまで馬券に絡みそうだけど、ね、2,3 着なるかなっていう、ね、うん、なんとも言えない表現なんですけども、ね、出社打つけどもみたいな感じですね、うん、はい、馬券的には外せないけれど、はい、1着で買うのはすごい、そうだ、ちょっとかなり勇気がありますよね、はい、馬ですよね、まあ、2着ね12回というのが、ね、はい、ありますけれども、このままねいい枠引きましたので、はい、まさにね圏内かなという気がしますけれど、はい、そして復活してきましたよね、9番のステラベローチェが最後の印ですよね、はい、まあこれは前走で安田記念が距離を短くしたんですけども、うん、道中結構力んで手伸びないな内容だったんで、2走前のね大阪杯がね流れ不向きでちょっと思った以上に前のポジション取れない中4着で差を詰めてきたので、競馬場での在休期間牧場乗り込むような形で工夫した調整で滞在の札幌なので、なるほど、うん、これは気象的にいい方に出る可能性があるんでね、うん、とにかく自身との戦いでしょうね、なるほど、折り合って足がたまるか、ちょっと前走の敗戦のイメージはちょっと悪いので、はい、うまくリセットできているかなと、そこがポイントになると思いますね、そうするとちょっと当日の様子っていうの見たいところですかね、そうですね、はい、パドック状態はちょっと見ておいた方がいいかなという気がしますけどもね、はい、というわけで計6頭ですかね、はい、お話伺いました。注目の馬券の買い目は CM の後で。試してほしい11のプレミアム、コースごとの戦歴が見られるコースデータ、データを読み解くことで新しい発見があるかも。知りたいがすぐわかる競馬ブックスマートプレミアム。いろんなことは、馬券の方はどう買いましょうか。はい、そうですね、とりあえず15分単勝ですよね、はい、そしてプログノーシスがもうかなり強いと思いますんで、うん、まず強敵はこの馬だろうということで2番11番の馬入れですね、はい、でもう1頭挙げるなら4番のシャフリヤールだと思うので、はい、3連複3連単で2114、はい、まあ、要するに1点ずつですね、1点ずつ、はい、素晴らしい、もう頭数もそれほど多くないんで、うん、絞りました、もう印上はね6頭打ちましたけれども、うん、もう馬券は3頭で犬種としても4犬種で1点ずつ、そうですね、はい、まあこれが頭数少なくて、そうですね、人気のプログノーシス入れてるんだったらもう絞らなきゃいけないでしょう、うん、ですね、というわけでアンナコドラゴンのフォーカスなんですけども、はい、まず2番のジョグリの単勝、それとプログノーシスの生まれに1点、はい、それとシャフリアルを加えた3連単1点、3連複1点という、はい、なかなか男気あふれる馬券を買われるということで、はいはい、以上アンナコドラゴンの見解でございました、はい、先日ながら私もちょっと印の方を発表させていただきますけれども、私はもう気をてらわずというか、はい、11番プログノーシス本命にしました。対抗が12番のノースブリッジ、3番手が2番のジオグリフ、4番手に9番のステラベローチェという4点の印で予想しました、はい、もう本当ずっとおっしゃられる通りなんですけども、はい、プログノシス、はい、昨年の勝ち馬で、で鞍上も同じで、はい、私はちょっと個人的にはメンバーは去年
よりもむしろ緩和されたんじゃないかなという気もちょっと少しします、うん、去年ちょっと重い馬場でしたけれどもね、うん、それでもあの圧勝でしたし、おっしゃってたように両馬場ならもっとやれるんじゃないかなという気がしますんでね、はい、連覇が濃厚かなと思いますし、うん、まあ、少なくともねやっぱ連軸としてはもうこのまま置いてないのかなという気がします、はい、データ的なところを言いますとですね、はい、前走 G1 組というのが非常にこの札幌記念強くてスーパー G2 なんでも当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、はい、そこからピックアップしていくとうちからですねジオグリフ、シャフリアール、ステラベローチェ、ノースブリッジということになるんですけれども、私はちょっとこのうちに絞るとすればこのシャフリアールがやっぱ去年ねちょっと札幌記念大きく崩れてしまいましたので、はい、距離的にも 2000m 若干今は厳しいのかなという気もね、うん、しますので、まあ、絞るならここかなということなんで、はい、相手は絞って3点ということで、はい、プログノーシスからのノースブリッジ、ジオグリフ、テラベロチェと、はい、ウマレントワイトで3点、はい、これを買ってみたいかなというふうに思っております。はい、というわけで今回札幌記念この2人でお届けしましたけれども、はい、当初はねちょっと違うメンバーだったんですが、 その理由がですね台風が来ておりまして、はい、金曜日のね、はい、これお昼に今撮ってますけれども、はい、今まさに千葉県沖を北上してるのかな、はい、台風が、というわけで電車ね、まあ、新幹線ですかね、はい、新幹線飛行機もちょっとだいぶ乱れてますけど、はい、乱れてまして、おそらく競馬自体はね十分に施工されると思うんですけれども、なんか30両馬場みたいな ね、 ね台風あるんですけど、そういう予報になってますよ ね、 ね、はい、ただちょっとこの台風の、ね、移動手段ですね、うん、帰りも含めてですけれども、うん、台風はその通過した後に ね、 ね倒木だったりとかね、はい、土砂で新幹線通らない、はい、電車通らないっていうこともありますんで、はい、ぜひね最新の情報を確認しつつですね、まあ、競馬場の行き来というのをちょっとしていただければなというふうに思っております、はい、そして競馬の、ね、予想を楽しんでいただく際には競馬ブック研究ニュース勝ち馬をご利用いただければというふうに思っております、はい、というわけで今回の動画は以上です。ドラマをご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。